今回の動画ではスマホアプリではなくおすすめの Mac アプリについて紹介します。 iPhone をお使いの方は MacBook を使っているという方も多いと思いますが、そんな Mac ユーザーのすべての方におすすめしたいアプリが今回紹介する CleanMyMac X です。どのような機能があるかを簡単に説明すると、この CleanMyMac X はワンクリックで Mac の容量を減らすことができたり、ウイルスチェックをサクッと行ってくれるというアプリです。仕事で使う方はもちろん、普段から Mac を使ってウェブサイトを見たり動画を見るために使っているという方にも、溜まっているキャッシュデータを簡単に消すことができるのでおすすめです。私も最初はお試しで使ってみましたが、超便利ということとデザインも Mac にあっておしゃれということですぐに購入しました。今回の動画ではそのように Mac を使っている方にはぜひ知っておいてほしい CleanMyMac X の不調や簡単な使い方について紹介します。また動画の最後にはこの動画を見てくれた方限定のお得情報も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは紹介していきます。まずはじめに、CleanMyMac X とはどのようなアプリなのかということ、特徴について紹介します。CleanMyMac X は Mac にインストールすることで、無駄なデータの処理、ウイルスが潜んでいないかをチェック。アプリや古いファイルの削除などの管理がたったワンクリックでできます。私も過去にいろいろな Mac の無駄なデータを処理するアプリやセキュリティアプリを使ってきましたが、これほど使いやすく、そして機能が一つにまとまっているアプリをもっと早く知りたかったと思っています。さらに CleanMyMac X はデザインも Mac に合わせておしゃれなデザインで統一されていることも個人的にはかなりポイントが高いです。もちろんおしゃれだけではなく操作性も高く簡単に使うことができます。それでは実際に CleanMyMac X の使い方について紹介していきます。まず CleanMyMac X を使うためには公式サイトからアプリをダウンロードする必要があります。公式サイトのこちらの無料ダウンロードをクリックして、あなたの Mac に CleanMyMac X をダウンロードしてください。はい、こちらは現在 CleanMyMac X を開いている状態です。まず一番初めにスマートスキャンという画面が表示されますが、こちらのスキャンをクリックすると Mac のいらないデータ処理、そしてセキュリティチェックが行われます。はい、こちらは実際にスマートスキャンが完了した時の画面です。このようにウイルスに感染されていないかということが確認でき、そして不要なデータを消してくれるので Mac の動作もサクサク動くようになります。あとはこちらの実行のワンクリックをするだけで不要なデータの削除とセキュリティチェック、そして高速化を行うことができるんです。そしてその他の細かい機能はアプリの左側に表示されているので、それぞれクリックをすると使用することが可能です。こちらのシステムジャンクは、キャッシュデータなど溜まっているデータを削除してくれる機能で、Mac がさらに快適に動くようになります。特に長時間 Mac を使った時や、動作が遅い、または重いと感じた時に使うことをお勧めします。その他にも、一度ダウンロードしたメールの添付ファイルを削除することで容量を節約することができたり、ゴミ箱内のファイルを CleanMyMac X で管理することも可能です。はい、そして続いてはウイルス削除の機能ですね。こちらは名前の通り、あなたの Mac からファイルなどをスキャンしてウイルスなどに感染している可能性がないかを確認することができたり、もちろん CleanMyMac X を使うことでウイルスから Mac を守ってくれます。実際にこの機能を使いたいときは、こちらのスキャンをクリックすることで簡単に調べられます。こちらのプライバシーの画面は、ウェブサイトなどの履歴を削除することができるという機能です。そして Mac の動作を高速化したいというときは、左側の最適化、そしてその下のメンテナンス機能を使うことをお勧めします。
この2つの機能は無駄にリソースの消費が多いアプリをチェックしてくれたり、ラムを開放することでメモリを消費しているアプリを閉じることで Mac の動きがスムーズになります。こちらもどの操作がしたいかをクリックして選択して実行をするだけです。基本的に Clean My Mac X では全てワンクリックで操作することができます。また Clean My Mac X では Mac 内のアプリに関する設定も行えます。ダウンロードしているアプリで最近使っていないアプリをピックアップしてアンインストールすることができたり、アプリのアップデートもこのアプリから行えます。まさに Clean My Mac X 一つあれば Mac に関する設定は簡単にできてしまうんです。他にも現在保存されているファイルをこのように見やすいデザインで確認することができ、いらないものはこのようにクリックをして削除するということも可能です。この使いやすいデザインが個人的にはかなりお気に入りです。このように Clean My Mac X には様々な機能がありますが、先ほどもお伝えしたようにほとんどの機能がワンクリックでできるというかなり使いやすいアプリになっています。そして Clean My Mac X は最新の MacOS Sonoma にももちろん対応しています。ただし OS のアップデートは Mac のデータ容量の空きが十分に必要な場合がほとんどですよね。その前に Clean My Mac X を使って最新のアップデート前に備えたり、アップデート後もより Mac を快適に使えるように、ぜひ気になる方は一度使ってみてください。最後に Clean My Mac X の価格について紹介します。ダウンロードや購入は公式サイトから行うことが可能です。そして価格に関しても公式サイトでこのようにチェックをすることが可能です。まず年間サブスクリプションプランがあり、それぞれ年間にかかる金額が表示されています。こちらは現在割引金額が表示されていますが、実際の価格は変更されることがあるので確認してみてください。さらにプランとしては1台の Mac、 そして2台の Mac、 さらに5台の Mac が加入できるプランもあるので、たくさん Mac を持っているという方にもおすすめです。そしてもう一つのプランがこちらの永久ライセンスプランです。一度購入をするとその後金額が発生しないというプランですね。こちらも同じように1台と2台、そして5台のそれぞれのプランがあります。ただしこの永久ライセンスを購入した場合はサイトにも表示されているのですが、購入後主要なアップグレードがあった場合は別途金額が発生するので、その点は注意してください。また7日間無料トライアルもあるので、一度実際に使ってみて考えたいという方は公式サイトをチェックしてみてください。そして最後にお得なお知らせを紹介します。今回この動画の視聴者の方に限り、11月30日まで限定で Clean My Mac X を 30% オフで購入ができるクーポンを表示しています。今回の動画の概要欄に表示しているクーポンコードを使ってお得に購入することができるので、一度使ってみたいという Mac ユーザーの方はぜひ利用してみてください。個人的には Mac 1台に1つこのアプリが入っているとより快適に、そして安全に使えるアプリだと思います。すごくおすすめのアプリなので、ぜひ一度利用してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。